感動 NHK ミュージックエキスポでのナンバーアンダーラインアイライブが話題沸騰。平野昌眼ユ太神宮寺ユ太タの瞬間を見逃すな。ナンバーアンダーラインアイガンユ太タ NHK ミュージックエキスポで見せた。圧巻パフォーマンスに世界が熱狂。私たちが音楽シーンにおいて何か特別な瞬間に立ち会うことができる機会はそう多くはない。しかし、 グループナンバーアンダーライン愛が登場したその瞬間は、まさにその特別な瞬間の一つだった。彼らは日本の音楽業界に新たな風を吹き込む存在として、瞬く間に注目を集め、ファンの心を捉えた。そして、その中心には平野翔、岩優太、神宮寺優太という3人の個性豊かなメンバーがいる。まず、平野翔について語らないわけにはいかない。 彼はそのカリスマ性とパフォーマンス力で、多くの人々を魅了してきた。平野の持つエネルギーと情熱は、ステージ上で常に輝いており、観客を圧倒する。その彼がナンバーアンダーライン愛の一員として活動することで、グループ全体の魅力が一層引き立てられているのは言うまでもない。平野は、歌やダンスだけでなく、その存在感そのものがグループの大きな力となっている。一方、 岸優太はナンバーアンダーライン愛の中で別の重要な役割を果たしている。彼の持つ多彩さはグループの中で異彩を放っている。特に彼の英語力は今回の NHK ミュージックエキスポで大きな話題となった。流暢な英語でのパフォーマンスは彼がどれほどの努力を重ねてきたかを物語っている。岸の自然体での英語仕様とその後に続くユーモアあふれる日本語の切り替えは 観客に笑いと感動を同時に提供し、その才能を改めて感じさせた。彼の持つこのバランス感覚は、ナンバー・アンダーライン愛において重要な役割を果たしている。そして、神宮寺雄太もまた、ナンバー・アンダーライン愛の中で欠かせない存在である。彼の落ち着いた雰囲気と確かな実力は、グループ全体を支える柱となっている。神宮寺は、見た目のクールさとは裏腹に、 非常に温かい人柄を持っており、他のメンバーとの相性も抜群だ。彼の存在は、ナンバーアンダーライン愛が単なる、アイドルグループ以上のものへと成長するための鍵であり、その姿勢は多くのファンから愛されている。この3人のメンバーが集まることで、ナンバーアンダーライン愛はその個々の魅力が最大限に発揮されるグループとなっている。彼らは、それぞれが持つ個性を生かしながら、互いに補完し合うことで、 他ののグループにはないい独特の魅力を放っている平野のカリスマ性、騎士の多彩さ、そして神宮寺の安定感が融合することで、ナンバーアンダーライン愛は唯一無二の存在となっている。さらに、このグループの特筆すべき点は、彼らが単なるエンターテイナーとしてだけでなく、一人一人が深い視力と感受性を持ったアーティストであるということだ。彼らは、自分たちの音楽やパフォーマンスを通じて、 メッセージを伝えようとしている例えば、NHK ミュージックエキスポでの彼らのパフォーマンスは、ただのエンターテインメントを超え、視聴者に強いメッセージを送り届けた。彼らの音楽は、時に社会問題や人間関係について深く考えさせるものであり、それが多くの人々に共感を呼んでいる。特に、岸優太の英語力が示すように、彼らはグローバルな視野を持ち、その活動範囲を世界に広げようとしている。 英語という言語は、彼らが国境を越えてメッセージを伝えるための重要なツールであり、その能力を持つ騎士がグループにいることは、ナンバーアンダーラインアイにとって大きなアドバンテージとなっている。また、平野翔のカリスマ性が国際的な舞台でも通用することは明らかであり、彼の存在はグループをさらに大きな舞台へと導くであろう。しかし、彼らの魅力はそれだけにとどまらない。 神宮自由太の持つ安定感とその優しさは、グループ全体をまとめ上げる重要な要素であり、彼の存在があるからこそ、他の二人も安心して自分の個性を発揮できるのだ。彼はナンバーアンダーライン愛の、真と言っても過言ではなく、その存在がグループの調和を保つ鍵となっている。このように、ナンバーアンダーライン愛はそれぞれのメンバーが持つ個性と才能を最大限に生かしながら、グループとしての一体感を持ち続けている。 彼らは単なるアイドルグループではなく、一人一人がアーティストとしての自覚を持ち、音楽を通じて世界にメッセージを発信し続けている。これからも彼らの活躍に期待が寄せられているが、その中で私たちは、彼らがどのように成長し、どのような新たな挑戦を見せてくれるのかを楽しみにしている。NHK ミュージックエキスポの鮮烈なステージで、ナンバーアイの岸優太が見せた輝きは、単なるアイドルのパフォーマンスを超越した。 一つのエンターテイメントとして多くの視聴者の心を捉えた。彼の魅力は一体どこから来るのだろうか。番組内で披露された INZM は力強いメッセージ性と洗練されたメロディーが融合したナンバーアイの新たな代表曲と言えるだろう。そのパフォーマンスは圧巻の一言に尽きる。キレのあるダンス、そして何よりも目を引くのは曲の世界観を表現する騎士の表情だ。 力強さの中にも繊細さを覗かせるその表情は、見る者を一瞬にして楽曲の世界に引き込み、彼の世界観に共鳴せずにはいられないような、不思議な引力を持っている。しかし、騎士の魅力はステージ上だけに留まらない。番組内のトークパートで彼が発揮した、持ち前のユーモアと頭の回転の速さは、多くの視聴者を笑顔にした。特に印象的だったのは、海外アーティストとの流暢な英会話だ。 海外生活の経験がないにもかかわらず、彼は自然な発音とウィットに富んだ表現で、場を和ませるだけでなく、自身の魅力を存分にアピールしていた。彼の英語力は、決して、完璧ではない。時折見せる、日本語が混じる、ガン・イングリッシュは、彼の愛嬌を一層引き立て、視聴者に親近感を抱かせる。計算し尽くされた完璧さよりも、等身大の自分でぶつかっていく姿に、 人は心を動かかされれるのかもしれない彼の英語力に対する称賛の声は、SNS 上でも多く見受けられる。英語も話せるなんてすごい。岸君の英語、可愛くて癒されるもっと岸君の英語を聞きたい、といったコメントがあふれ、彼の新たな魅力に気づかされたファンも少なくないだろう。岸は、歌、ダンス、演技、バラエティーと、多岐にわたる才能を持つ。しかし、 彼の真の魅力は、その才能をひけらかすことなく、常に謙虚な姿勢を崩さないところにあるのかもしれない。持ち前の才能と努力、そして誰にでも分け隔てなく接する温かい人柄。これらの要素が奇跡的なバランスで融合したとき、岸優太という唯一無二の輝きが生まれるのだ。彼の今後の活躍から、ますます目が離せない。